続いて先々週 VTR で見ていただいたバーズ&メロディーの最新情報です。まずはこちらをご覧ください。What's the song about? It's about anti-bullying. Anti-bullying. Yeah, because it's something that I feel deep about. So. What I wear is all I have. We lost a home. I'm living from a bag. Yo, Mr. Bully, help me, please. I'm flesh and blood. Accept me, please. Hey, Mr. Bully, I don't know what to do. My mind, I can't explain what I did to you, Mr. Bully. Take a moment, please. Yo, every single day. You bring me to my knees. Oh, yes I am. Hoping for today. Take this music and use it. Let it take you away. And be hopeful, yeah. Hopeful. And he'll make a way. I know it ain't easy, but that's okay. Just be hopeful. ということで、今イギリスで大人気のバーズ&メロディーに番組に出てもらっちゃおうということで、この2人とお友達のジョー君と水木ちゃん、そして英語が話せるユーリ君に出演交渉してきてもらいました。ちょっとどうだったかな、2人。話せた？ちゃんと一緒に話して、うん、なんかいろんなことが話せたからめっちゃ嬉しかったです、うん、そうなんだ、はい、ちゃんと交渉うまくいったのかな。どうだろう、ドキドキ。実際にちょっと3人とバーズ&メロディーとテレビ電話を、バーズ&メロディーとテレビ電話で話したそうです。交渉は果たしてうまくいったのでしょうか。 VTR スタート。前収録した、バーズ&メロディーと今日を3人に連絡を取ってもらいました。パソコンのテレビ電話を使って、ユーリには英語で再フォローしてもらって、すごい。来たら、どうなるか分かんないけど、ピッて出ちゃっていいから、来た。うわ、してた。Oh, have you ever, came to Japan before? 日本に来たことありますか？Do you know any Japanese? Yeah. Go, Leo. Okay. All genki suka. お元気ですか? What did you say? How are you? Boom! Okay. Count to five, actually. Okay. Ichi, ni, san, nyon, go. Whoa! That's what you call Japanese. Wait, there's one more. How is the weather? I'm gonna ask you how the weather is. Okay.Dona Ogensuka. No. Dona Tenkisuka. Donna Tenkisuka. There's a, at the start of the conversation, we talked about Harajuku Mate, right? And then, can you go on the show with us and more people? Of course. Yeah, sure. That'd be an honor. もちろん。Arigato. もちろんだって、ありがとうだって。うわ、すごい。Can you be our classmate? Of course. Yeah. I want to be school again. This is a promise. You have to come to Japan, okay? Of course. We'll try as hard as we can. You need to promise us that you're going to let us come out. You've got to let us. You want us to come out and sing songs? Yeah.That sounds amazing. Charlie, can we go to Japan and sing some songs? 素晴らしいアイディアだね。Yes? あ、いい。It would be an honor, thank you. 素晴らしいアイディアだね。
すごいよね。え、これすごいことじゃない？かなりすごいことだよね。すごいよね。すごい。ちょっと温度差すごいんだけど大丈夫みんな。すごいことだよこれは。え、ちょっとじゃあせっかくだからさ、番組にじゃあ出てくれた時にみんな何か質問したいとかちょっと考えとこう。何質問する？リリちゃん何質問する？歌っててその歌はなんかどうやって考えたのか、まあ、その歌をどうして歌ったのか聞きたいです。なるほどね。一目の曲をなんで歌うって思ったのかってことだよね。いやそうだね。じゃあ海星くんは何したいの？一緒に来てくれたら何したい？チャリーとさレオンドルが来てくれたら何したい？一緒にいっぱい話したい。話したい。何？例えば何話す？いろんなこと。いろんなこと。ちょっとここじゃ言えないことよ。なんだっけ。なんか出てるじゃん。うん。何よ？なんだっけ。歌った時。あ、番組？の時、どんな気持ちで歌ってたかとか。ああ、なるほどね。確かに気になることだよね。じゃあレイラちゃんは何か聞いてみたいことありますか？はい、なんかみんなの反響とか、それを受けてなんか変わったよってことが言ったのかなってことを聞きたいです、なるほどね。周りの人がどう変わったのとかそういうことだよね、はい、いや、いじめてる子がこう気持ちを改善してくれたとか気になるよね。気になります、そっか。え、みずきちゃんとさ、ジョー君とゆうりちゃんはさ、他にどんなこと話したの？ゆうりちゃんとジョー君、ごめん。他にどんなこと話したか言ってみて。日本に来て何したいかとか。ああ、何してた？早い電車に乗ってみたいとか。新幹線？うん、ないんだ、イギリスって。ないんだね。へえ。他は？いじめはどうなったって聞いた、あ、聞いた？どうだったって？もう、なくなった。なくなったの？なくなったって言ってた。あ、そうなんだ。いや、あの曲聴いてさ、いじめようって気持ちにならないよね。だけど、そのバンドとかは嫌いになる人いるんだけど、そんなもん構わず、まあ続けるって感じ。いっぱい応援する人もいるから。いや、原宿メイト応援しよう、二人のことね。はい。ゆうりくんの英語すごかったね。ペラペラじゃなかった？謙遜も覚えちゃって、日本の。さすが。はい、ということで、みんなちょっと楽しみだね。いつ来てくれるか、ちょっとドキドキなので、ぜひ楽しみにしていたいと思います。